有川神楽は、長崎県新上五島町、有川郷有川神社に伝わる神楽である。タイの裏地区を除く旧有川町内各地と、西海一平等の神社の霊祭の際に奉納される。平成14年2月12日、有川神楽を含む五島列島の6つの神楽が、五島神楽として、国の選択無形民族文化財に選択された。有川神社正確な創始時期は定かではない。 16世紀中には、下元島にカグラは存在していたことから、それ以降に伝播、創始したと推察される。また、法令3年1706年に、後藤半々主後藤聖獣の大敗として参拝した4名により、カグラが放天されたという記録が残っていることから、この時に伝播がなされたとも考えられる。 近年まで偶司家と神道の家のものを中心とした宮形と呼ばれる神楽を舞う組織によって伝承されてきたが宮形の高齢化と後継者不足により平成19年に有川神楽保存会が結成され多くの町民に門戸が開かれた有川神楽には28番の神楽部が伝わっている霊祭などにて主に舞われている演目は座払い、左男舞荒地を 753枚、なぎなた、剣部、えびす舞、山のしん、ごへいはく、ごけん、四天王、末ひろまおしき、八千へ、米ネまい、ししまの十五番がある。あまり回れていない舞として、しょうへい、おしおいのおけまい、しょうぐん、まい、かみず、すずまやまのたろあずさゆみ、四けん、ひかみの九番があり、伝承が途切れた舞として、やまのげ、こうへい、 日本剣部、宝剣部の4番がある。神職によって回れる舞として、五平白、山野神、末広舞、753舞、あずさゆみの5番があり、それ以外の23番は宮形、保存会によって回れる。霊祭の宵い祭りでは9番か11番の舞が回れ、本祭りでは5番の舞が回れる。有川神楽では、奇数会が重要であり、 例祭などでたま数回の舞が回れることはない。座払い、左男舞、荒ジオの3番が、前の3番と呼ばれ必ず最初に回れる。あとの3番として、お式、獅子舞、八千家米円、舞が最後に回れ、その日の奉納舞は終了となる。かつては、奉犬部が、さめの舞として回れていたが伝承が途絶えており、8000円、舞で餅を参拝客に舞いて、 おさめとなる。舞の施設は、拝殿の一軒四方の畳二条分の、舞書と呼ばれる場所に置いて回れる。太鼓は神前に向かって、左側に縦二本に据えられ、その後方に増え方が控える。舞の途中に歌われる、神楽歌を、律句または、元句と言い,い、この律詩が、舞の意味や由来を解説している場合が多い。また、 有川神楽の神楽歌は44種の和歌を伝承し、古今和歌集から取り入れた和歌が特に多い。有川神楽の基本となる舞として、一人舞のザバライ、左男舞、アラジオがある。ザバライ、左男舞は、純逆を繰り返し舞い、アラジオは、純逆の中に四方を取り入れ、やや複雑になる。これらの舞を習得すると、その他の舞も覚えていくことができる。 神楽を舞う人のことを、舞いて、舞方と呼ぶ。一人舞の舞に、前日の、前の三番、七百五十三舞、なぎなた、剣部、えびす舞、山野神、五平白、末広舞、おしき、八千絵、四舞、おしおいのうけ舞、将軍、舞、あずさゆみ、四剣、ひかみ舞の十七番がある。二人、舞の舞には、五剣、四種舞、将兵、かみず、 鈴舞、山野太郎、光平の七番があり、四人で舞われる前に、四天皇がある。伝承が途切れたため、舞手の人数が分からなくなった前に、山野家、日本剣部、宝剣部の三番がある。新職、舞以外の神楽を舞う、才の衣装は、白衣白袴がほとんどで、その上に陣羽織を羽織る前に、四天皇、五剣、エビス、舞の三番がある。 またその際のかぶり物として、兜、と三角陣傘が使用される。白衣白ばに赤根出す木をかけ、三角陣傘のみ使用される前に、剣部がある。その他の衣装として、死守舞、かみずには蔡着子を着用する。か津では赤の蔡着子を着用し、上には陣馬織を羽織る。八千毛、四根舞は、女性の着物に手ぬぐいを頭に巻き赤根出す木をかけて、回れる。 鬼面の枚として、エビス枚、カミズ、シシ枚、光平の4番がある。枚中、最も多く使われる用具として、鈴が挙げられ28番の枚のうち、11番の枚で、用いられる。右手に鈴を持ち、左手に、その他の用具を持つ場合が多い。次に多いのが、三手倉で7番の枚がある。その他、剣を使う枚と、弓を使う枚、線を使う枚が3番ずつあり。 締め縄を使う舞と、お式を使う舞が2番ずつある。一つの舞でしか使われない用具として、八千絵、四根舞の、三、書、ょ、かの、白杖、恵比寿、び舞の釣竿、釣り日系、月型、星型の取り物を使用する、四天王、おけを使う、おしおいのおけ、舞などがある。有川神楽には、笛と太鼓の基本となる。 ザ・揃え、道笛、道大鼓と言われる曲目がある。笛の曲目として、ザ・揃え、道笛、左男前の笛、乱れ、押式の笛、獅子舞の笛、神舞の笛、早笛の八曲があり、太鼓の曲子として、ザ・揃え、道大鼓、座払いの太鼓、左男前の太鼓、乱れ、押式舞の太鼓、神舞の太鼓、五平白の太鼓、獅子舞の太鼓の九曲種ある。 また、玉串法天の際歌われる、かぐら歌の、かぐら歌の太鼓があり、総裁の時の、新総裁の笛がある。ありがとうございます。